It's a not great ratio of a heavy. And he's in a fearsome flurry. And he's rather than power, now combinations.井上尚弥と、そして河野光平、日本人同士による世界タイトルマッチです。軽く打ち合わせを出しながら、まずは相手との距離感を測っていくのはチャンピオン。画面右の井上尚弥です。赤いライン、そしてシルバーのトランクス、井上尚弥、そして河野光平、緑のこのトランクスです。さあ、ミドリー、さあ、具志堅さん、この試合、まず井上サイドから見たポイント、どういうところになりますか？いやいや、もう立ち上がりはやっぱりいいしね、左にタッチが速いね、スピードがね、はい、はい、いい立ち上がりじゃないですかね。そうですね、はい、いい立ち上がりを見せています。そして長谷川澄さん、はい、の公平サイドからするとポイント、この試合どういうところになりますか？まあ、いかに中に入って打ち合えるかだと思うんですけど、はい、まあ、このジャブをなかなか回復って中に入るのは難しいですよ。井上のジャブですね。スピードもあるし、まあ、パッチ力もあるんで、はい、さあ右のアッパーを出してきました。一つこのアッパーというのが今回井上尚弥が河野対策として重点的にやってきた部分でもあります。さあ、そして山田選手、はい、世界戦のまず第1ラウンド、はい、選手としてはどういうところをこれ、はい、ポイントにするものなんですか？井上選手は右が吹くな、なんと河野の上に見せた、河野の上は映画の右、終わらせてしまいました。山田さん、いかがでしょうか？あの、河野さんはいつもの、ラウンド目をかなり動くという意識を、持ちながら戦っているような気がしますね。おそらく判定では自分は勝てないので倒さなくてはいけないと話しているのが河野光平、逆に相手に何もさせずに圧倒して勝つと話しているのがチャンピオン井上尚弥です。あっという間に2分経過、いや、前に出ている河野、まあ、今の河野選手のダッシュもしっかりブロックしているので、まあ、さほどダメージっていうものはないと思いますね、はい、井上選手は冷静。さあ、ボディーが痛み、一瞬河野が体が下がりました。今のボディーもいい角度で入ってるんで、効いてると思いますよ。そうですね。さあ、河野コールと尚弥コール、あれだけこの試合に交錯します。さあ、細かいパンチはチャンピオン井上尚弥、河野の右は空振り、じわじわと距離を詰めながら、さあ左のジャブ、なかなかここに飛び込ませない、そんな戦いを、まあ、河野選手としたらね、前出ないとなかなか戦いになるんで、はい、前に出たいんですけどね。距離感が一つ大事だと話していた井上尚弥、その距離感をこの第1ラウンドで掴んだか。さらに最後強烈なボディ、さらに第1ラウンド、ここで第1ラウンド終了。日本人対決、世界タイトルマッチが始まっています。第1ラウンドの立ち上がり、いや、山田選手、はい、このまず河野のこのラッシュから始まりました。そうですね、河野さんが、まあ、勢いよく出てきたということもあって、まあ、井上君は冷静に、見てましたけど、ね、終盤いい攻撃してましたね、はい、その後はただ井上がボディで一つ試合のペースを掴んだでしょうか。井上君の一発の迫力はすごいですね。そうですね、 WBO スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン井上尚弥、そしてチャレンジャー河野光平、23歳、11戦11勝全勝の井上尚弥に河野光平、これがプロ43戦目になります。右のショートアッパー、さあ河野がボディ、井上尚弥トランス、そして井上尚弥ロープ取った、右だ、河野が右、左を返した、具志堅さん、はい、これも両者早いラウンドで決めようというそんな意識も感じますよね。そうですね、河野選手も立ち上がり悪くないですね、もう本当に気持ちが強く出てますね。そうですね、はい、いや、両者がパンチを打ち合います。すごい戦いになりました、日本一対決。さあ、前に出る、左のボディ、井上尚弥、さあ、このボディ、井上選手のボディが少しずつ、少しずつ後半にかけて効いてくると思いますね、はい、感じだと。あえて一発を狙わず、相手にダメージを蓄積させて、そこで勝つんだ、相手をギブアップさせたい、そんな戦い方をしたいと井上尚弥は話しています。ただその相手に対して山田選手、はい、河野選手はこれ引きませんよね。そうですね、引かないですけど、近くになった分、ボディ
顔面への当たりが見えにくくなりますから、そうなんですね、注意するところもありますよね、はい、そのあたりのさ、どちらが大事だ大事だ、自分の距離か、そのテリトリー争いをしっかりせずが、さあ近づいていってのボディボディばっかね、手術してたら上も今度狙われますからね。そうですね、今は上のパンチを、顔面のパンチを井上尚弥が使ってきました。しかし今日は井上チャンピオン の左の使い方がうまいです。左のジャブですか、はい、はい、さあしかしボディから今度は左のフック、コーナー返します。さらに右、しっかりブロックしてますからね井上選手、この辺りのディフェンス能力、とにかく何もさせないんだ、そう話しているのが井上尚弥。右、とにかく今右のそのパンチが強くなった、そう話す河野光平。右のフック、さらに右のボディも出しました。井上が詰めていきます。今度は左のボディを返して河野、両者の距離感一気に近づいてまたパンチが出ます。第2ラウンドは残り30秒、右のフック、井上尚弥、さあじわりじわりチャレンジャー河野を追い詰めていくか。右を返してくる、まず河野が序盤連打でペースをつかもうとした第2ラウンドでした、まあ、序盤は良かったんですけど、はい、後半にいいボディをもらっちゃったんで、ここからですね、はい、これが効きましたね。そうですね、さあどれぐらいのダメージなのか、この1分でどれぐらい回復できるか、ね、そうですね。第3ラウンドが始まりました。 WBO スーパーフライ級タイトルマッチ、井上尚弥4度目の防衛戦、相手は36歳河野光平。ボディは1分で回復はできるんですけど、はい、まだ浅くでももらっちゃうと同じぐらい効いてしまうので、そうなんですね、だからボディのダメージっていうのはなかなか削りますよ。はい、福永さん、はい、チャンピオンサイドですけれども、ボディかなり効いていると分析をしていますね、はい、ボディから、右のストレートあるいは左フック、この辺りにつなげていこうというその指示です。はい、赤本慎吾アナウンサーハンドリポートです。さあ今度はショートアッパー、左のフック下だけじゃなくて上に飛んできますからね。そうですね、福永さん、福永さん、この陣営ですけども、はい、むしろ前に出るという指示が出てますね。前に出た方が井上はやりづらいという指示が出ています。接近戦行けというのはチャレンジャーサイド、田中大輝アナウンサーです。井上の距離を潰して戦わないと本当に厳しい戦いになりますよ、ね、はい、いや右のボディ、さらに右のフック飛び込んでる右河野。さあそしてこの戦いの中で山川選手、はい、河野選手は何をどうすればこの状況を跳ね返せるんでしょうか。聞いたからといって下がればもう、はい、井上君の攻撃を食らってしまうので、もう必死にいってますから。そうですね、はい、今も2発ボディを出してきました河野光平です。ショートアッパー、中間距離はね、危ないな。右のボディ、いや河野も出ます。河野選手も頑張るね。すごいですね、やっぱり全チャンピオンですからね、はい、WBA の8月に防衛できずにWBA のタイトル、それをなくしました。ただそこから WBO、 すぐに世界チャンピオンを取り戻すそのチャンスを河野光平は得ています。左の深くらび、先生冷静ですよ、しっかりと相手の動きを見極めて距離を取ります。そして離れ際からこのボディの連打、飛び込んでいく河野左、これも井上尚弥のパース、内訳もしっかりしてますしね、はい、井上チャンピオンも的確にパンチを当ててますね。そうですね、はい、まあ、左が非常にいいですね、はい、まあ、攻めに急がなくても当てれる自信も多少あるんですよね。うん、とにかく強くなった自分を見せたい、そんな思いで井上尚弥は今日の一戦に臨んでいます。さあ河野はしかし距離を詰めてきた、そして右のフックを出した。第3ラウンド終了、両者と椅子と椅子が真っ向勝負をしています。井上尚弥のこの連打、
この3ラウンドで圧倒してみせました。さあ第4ラウンドへと入ります。井上尚弥にとって4度目の防衛戦、ただ今年2回戦った防衛戦のその内容には本人は全く納得していません。そろそろもっと強いインパクトをチャンピオンとして残したいんだ、そんな話を井上尚弥がしていました。ただただ井上は強かった、そう思わせたい、そう思って臨んでいる今回の防衛戦。いやーこれは出てきた、井上さんの気持ちも強いですね、おそらくこれは山中選手、はい、相当ダメージは河野選手あると思いますが、そうですね、はい、ラウンドも結構打たれましたけど、やっぱり前回、コンセプションに負けた、はい、序盤の出だしの失敗を悔やんでるっていうところもありますよね。そうですね、前回は序盤ちょっと試合見てすんなりと入ってしまった、そのあたりでリードを奪われてしまった河野光平。ふさわしい試合ですよ。そうですね、はい、井上尚弥選手も河野選手と前回の敗戦はあれはもう戦い方の差だったと話します。ですから僕の中では WBA のチャンピオンというそんな思いで戦いますと、そんな話もしていました。いやそして長谷川純さん、はい、こう何か両者の思いそして持ち味出てますよね。そうですね、河野選手はこういう接近戦で、はい、この戦い方をしないとでも後半も厳しくなっていくので、そうですね、はい、接近しています。距離を詰めて勇気を持ってコーナーを相手で逆取り。さあこの距離、この接近戦、ただ接近戦になっても自分はちゃんと対応できるんだ、そう話していた井上尚弥。ショータッパーを出していく河野光平。さあこの距離感、山中選手、はい、ちょっとこれは井上尚弥選手はどうなんでしょう、この距離というのは。まあ、あの冷静に見てるんで、はい、パンチをフォローに食らってるわけではないんで、はいはい、まあ、全部グラップしてますよね、井上選手は。今も右のフック、それもしっかりガードしていました。ただ河野選手はこう、はい、まともに当たらなくてもあどっかに当たってるということで勢いがついてくると思うので、なるほど、まあ、この戦い方でいいと思います、愚直なまでにパンチを重ね、そして思いを込めたそのパンチ、河野光平的確に強烈な一発一発を打ち込んでくる井上尚弥。23歳チャンピオン、36歳チャレンジャー。さあ距離を詰める、緑のトランス、河野光平が距離を詰める、いなして左、井上尚弥は的確にここをさばいていきます。そして痛いのボディ、さらにいく、あちょっとこれは効いた、これは効いた、相手にダメージをしっかりさせた。第4ラウンド、井上尚弥が圧倒してみせました。第4ラウンドに最後井上のラッシュがありました。具志堅さん、はい、何かこうここ2試合は食感不良の戦いが多かった井上ですが、今日はもう違いますね。今日はね、あの気持ちがね、すごい気合い入ってますね、はい、あのパンチ打つ時の思いっきり倒そうっていう気持ちでパンチ打ってますね、はい、さあ中盤第5ラウンドへと始まり入りました。 WBO スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドで行われます。中盤の5ラウンドへと入ってきています。11戦11勝 9KO というチャンピオン、シルバーのトランクス井上尚弥。さあ河野光平、こちらはプロ43戦目、世界タイトルをかけた戦いはこれが10度目。今は右のフック井上尚弥、いや左のフックからボディ、さらにボディ、ショートアッパー井上尚弥。このアッパーというのが一つ、いいアッパーが入っているので、河野選手としても下を向けないですよね、あのアッパーがあると。はい、井上さん、はい、チャンピオンサイドですけども、そのショートアッパーをうまく使っていけという指示はずっと出ていますね。あ、そうですか。で、そして相手に打たせて、はい、そしてカウンターを取っていけと、そういう指示が出ています。はい、井上さん、河野サイドですけども、そのアッパーに気をつけると、そして左のジャブで作っていけと、はい、井上はその後右で合わせてこないから心配せずに左のジャブで作ると、そして距離を詰めるという指示でした。うん、はい、両陣営のセコンドの話をお伝えしました。さあその中であのアッパーでまた入りづらくなりますからね。そうですね、ちょっと悩むところですよね。接近したい、いや接近して、そして右、そして右、河野のパンチが井上の顔を捉えました。いやただそれでも長谷川純さん、河野、はい、行ってますよね。
でいいと思いますね。そうですね、あれを繰り返し繰り返し12ラウンドまで続けるということが大事だと思います。はい、あの井上選手も少し今のちょっと精神的にイラッとしたところがあったんだと思います。何もさせずに打たせずに圧倒して勝つというのが井上尚弥の理想とするボクシング。その理想を出したい、そう話していた井上尚弥。ただこの5ラウンドは河野がパンチをしっかりと当ててくるようになってきました。もう一回ジャブから組み立て直しましたね、井上。あ、そうですね、はい。いや、山田選手、はい、あの4ラウンドで井上が圧倒して当然ダメージもあるはずなんですが、河野選手、もう河野さんは井上君相手にこれしかないという、決意を決めた、腹をくくった戦い方してますね。いやー、覚悟を決めたその男だ。そのこのボクシングスタイル、河野光平。しかし河野選手36歳。はい、36歳です。あー、これは元気ですよ、すごい、ファイトしてますよ。今回は下半身を鍛えたことで今まで以上のパンチが、破壊力のあるパンチが出るようになったと。すごい世界タイトルマッチになってきました。ただその中で山田選手、はい、アッパーから一つリズムを掴んだ井上尚弥というラウンドでしたが、それでも前に出てくる河野さんに対していろいろ考えながら戦ってるんで、はい、そういったところでも成長を感じるなと思いますけどね。そうですか、進化する23歳と、そして史上最強の体になった河野光平36歳。プロ12戦目とプロ43戦目の一戦です。この河野選手が戦ってきた中で一番いいラウンドだったと思いますよ。クラブさん、そのあたりですけれども、河野陣営ですが、さすがに最高のラウンドという声が飛んでますね。あ、そうですか。今のラウンドを続けていこうという声が飛んでいました。Thanks for watching and remember to subscribe our channel.